ですが、お二人当時振り返って何か印象に残ってることございますか？もうだって素晴らしきこの世界出たら10年以上前です。そうですね、11年前ですね。11年前16で行ったらひょっとしたらもうちょっと前かもしれない。学生ぐらいじゃなかった？僕高校生だったので、はい、マジっすか？はい、学校終わりに収録行くみたいな感じで。かっこいいな。なんで、なんていうか、ネク自身と実際の年齢も近かったので、本当等身大の自分が、投影されたようなキャラクターだったと思います。なるほどね、はい、かっこいいな、はい、その時初めましてで、名前は知ってたんだけど、で、まあ、音響監督とかディレクターさんが知ってる人だったから、俺がこうやって収録に行ったら、はい、あ、木村君っつって、後輩いるよーって、内山君知ってるでしょって、あ、名前は知ってる、人気者だと、内山くんだと思って、どうしようかなと思って、よしと思って勇気を振り絞ってこうやって近づく行って、内山くんだよね、名前は知ってる、木村良平ですって言ったら、当時うち、お、やば、ドライ。そんな感じじゃなかった。うちさん、ドライ。そんな、はい。あってなったの覚えてる。ああ、人見知りがすごくて、今いい100倍ぐらい尖ってた、はい、尖ってはいない、ちょっと尖ってたかもしれない。尖ってたっすね。今ではもう勝って知ったる中のお二人なんですね。はい、じゃあね、はい、なるほど。